の子供たちに負けないような激しいおじいちゃんの一括でした。では、最後の曲、今日、名実ともに最後の曲になりますので、私も思い切り歌いますけど、皆さんも最後なのしんどいでしょうけど、エネルギーを、振り絞って聴いてください。ちょっとお勉強です。1960年代、ベトナム戦争、人種差別、そんな世の中で周りがギスギスしている時に、若者は強かったですね。若者の間ではどんどん平和を求める声が大きくなって、アメリカ全土に、いや世界中に広がりました。その中でちょっと老眼なんで見えないありがとうございます。その後世の中に広がった反戦ムードの中、1969年、覚えてらっしゃる方は覚えている、生まれてなかった方は覚えていない、アメリカの若者たちが集まって野外コンサートをやりました。ウッドストック。この、ウッドストックという言葉が放つ強いメッセージは世界中を走り回り、今でも広島でも庄原で野外ライブとかずっと開かれてましたよね。これが実はウッドストックが起源です。そういうふうに音楽の力が世界中の若者を平和へ平和へと導いていった強い力です。こんな、時にみんな争いをやめて愛し合おうというメッセージを込めて、みんなが、はしゃぎまくったわけです。こんな、曲の中に、いろんな曲の中に、こんなラテンロックの曲がありました。ちょっと、ジャングルバージョンにアレンジしていますので、聴いていただきたいと思います。では照明さん、よろしくお願いします。ブラックマジックウォーマン。
バカでした。